私たちのことを優しく見守り応援してくださってとても嬉しく思います。秋田酪農振興会の皆さんのお気遣いに感謝しお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。今お礼を申されるのではなく、私たちはこの地域で酪農を経営し、皆様方の学校給食の中にさすらく牛乳をご利用いただいております。そういうのを含め、地域と学校との交流を深くするためにこういう企画をしております。ちょっと皆さん今後体に気をつけて頑張ってください。本校をはじめ秋田区内の小中学校の運動会の折に、3年前から美味しいヨーグルトやプリンを子どもたちにプレゼントしていただいております。子どもたちも毎回美味しく食べさせていただいております。本当にありがとうございました。ありがとうございます。おいしい、うまい？おいしいですよ。おいしいよ。疲れた後にうまいよ。